かいや、ごめんなさい。いや、もうえら。いっぱい出てきた。えらなりましたな。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。あー、かわいい、かわいい。あー、今の好き。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。めっちゃ可愛いじゃん。あ、いい、目線外してもかわいい。めちゃくちゃいい。見て、可愛い。いいよ。めっちゃいい。めっちゃ可愛いじゃん。いや、私ね、後藤さんのことも可愛く撮れる自信あります。ちょっと、マジで照明暗くして。めっちゃ暗い。どうしたの、ポーズ、ポーズね、嘘でしょ。あ、いい、カッコつけた方がいいの。あ、ね、めっちゃ足長く撮れます、私。確かに。うわー、ほんま。あ、笑わないでください。ね、ちょっとあっち行くか。ね、外して。あ、いい、いい、いい。見たい、見たい、見たい。いいやん、いいやんけ。宣材写真これにしよう。いい、いい、めちゃくちゃいい。だからこれ、すごい、これアプリの加工で長いわけじゃなくて撮り方で長いんで。セランちゃん、なんかどれあげます。どれがいいですかね。みんなで決める。うん、うん、あ、これも可愛い、綺麗。でもやっぱ、うん、暗くして照明がすごい綺麗。あ、これ、これ可愛い、これ可愛い、綺麗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 。いや、これもええやん。今のもいいね。いや、オチみたいに使うな。クリップ芸のオチみたいに使うな。でも足めっちゃ長い。この辺のパッて明るいのも綺麗。うん、もう一個前、これも可愛い。フラッシュが、うん、強すぎますかね。フラッシュ強いのが逆に今なんかおしゃれみたいな感じで使う人多いかも。これインパクトあるな。これ可愛い、めちゃくちゃ可愛い。じゃあこれを一番目にして。うん、いいね。ありがとうございます。無事に綺麗になって悩みだったインスタにも挑戦できましたが、今回の返信の一番の目的は、木下監督っていう監督さんなんですけど、すごいお世話になったので会いたいですね。木下監督はこれまで数々の人気作品を手掛けてきたお方。10年前、セイランちゃんにドラマ名前をなくした女神で演技指導をしてくれたのが出会いのきっかけ。突如ブレイクし、まともな演技レッスンを受けられなかったセイランちゃんに演技の基本を教えてくれた恩人。